さんこんにちは。良い子の皆さんこんにちは。みんな体調管理には気をつけましょう。自分のペースで弾いてみたい曲や好きな曲を弾くのが一番だと思います。ギロックの作品より中国人の行列、ミュージックスタート。でも楽しいな、おいしいな。誰でも間違いやミスはあります。少しずつやってみることに意義があります。間違いながらいろんな遊びでいろんな弾き方を試してみて、それでうまくいけばいいのです。間違いながらいろんなアレンジ伴奏系で弾いてみることも何事も経験になります。良い子の皆さんは今度また楽しいワクワクしたことがたくさんあるのである。ぐるぐるトルネード、だるまさんがトイレした。飲んでも楽しい、おいしいな、できるよという前向きな言葉をかけてあげることでまた頑張ろうと思います。先生も完璧ではありません。良い子の皆さんも少しずつ好きな曲、興味のある曲を楽しく歌いながら弾いてみてください。